んにちは。今日の電球を始めます。今日はじゃーん、三級電話式で三級の拡大しちゃおうということについてお伝えしたいと思います。イエーイ。はい、ということでですね、はい、三級電話式皆さんご存知ですか？これ実は昨年末12月21日にですね行われた、まあ、再エネをたくさん取り込んでいこうっていうような計画になってます。でね、あのね、再エネ増えてきてますけれども、まあ、接続する電源、まあ、電気ってね、皆さん目に見えないんですけれども、目に見えないけど実は物理的にですね、この系統線の太さによってもうこれ以上電気通せませんっていう容量っていうのが決まってます。皆さんね、ご自宅の契約とかね、はい、法人の方とかも、まあ、ご自宅だと何十アンペアってあると思うんですよ。で、うち40アンペアですけど、40アンペア超えるとブレーカー落ちますよね。ってなると、このね、うちに引いてある線の太さ以上、これが許容範囲のね電力以上が流れちゃうと危ないんです。これもう漏電したりですね、あと火災起きたりとかね、まあ爆破しないけどまあ要はダメなんですね、危ないんですね。ということで通せる容量が決まってますというような感じ。まあ法人さんだとね、何キロワットって契約あると思いますけれども、それが決まってるんです。ということでね、それを超えて電源通してしまうと、まあ、使う側もですよね。私たちだとね、よくブレーカー落ちるって言いますけど、使う側もですし、あと発電してそれを送り出す側も、発電側もですね、たくさんの電源を小さい線に通すことはできないんです。なので、この電線がいっぱいになっちゃったら、これ使う側も発電の側もね、制御しなきゃいけないんですね。もうダメです、通せませんって、カット、出力制御っていうものを行いますっていうものに関するお話なんです。だからね、今ね、脱炭素っていうの、進んでますよね。ほんといろんな広告でもね見ました。私もね、この前ね、歩いててね、ハッとね気づいたのが、もうこれ全部広告脱炭素じゃんって思ったんですよ。 EV の広告、それからこのね、はい、六本木ヒルズの太陽光は、パナソニックの太陽光パネルですみたいなとかね、もう全部脱炭素なんですよ。で、もう脱炭素もう一丁目一番地、七ちゃん的に一丁目一番地っていうことなんですけれども、まあ、まさに世界でもね加速してますが、まあ、こういった問題起きてきますというのに、どうやって解決していきますかといったことになりますね。はい、ということで今日はね、再給電方式分かりやすく説明したいと思います。これね、ぜひ知っといていただきたいことですね。はい、ということでですね、はい、まあ背景を言いますと、やっぱり2050年ね、カーボンニュートラルということでですね、はい、CO2 ネットゼロということで、はい、まあ再エネ入れていこうということなんですけれども、まあ再エネを入れる、電気を入れるということですね。ですからやっぱ電気って肝になってきますけれども、電気を通しても、あ、まあ電線なんです。はい、送電線ありますね。だったりね、はい、都心だとね、地中埋設線ですけど、それらの系統っていうの、この電線っていうのの容量があるんで、これ入れきれないんですよっていうことです。で、まあね、系統っていうと、まあ簡単に言うとですね、まあ大中小ありまして、一番大きいもの、まあもともとだから原発とか大きい火力とか大きい水力とかがつながってて、遠くの距離をね運ぶの。例えばですね、福井県に関西電力さんの原子力発電設備ですね、はい、3つありますね。はい、大井、三浜、高浜ありますけれども、それらって福井のものが大阪に来るわけですよ。このぶっといやつ、一番上のやつを基幹系統と言います。はい、でそれからですね、下にどんどん行きまして、まあその下に降りていくわけですね、基幹系統。それからローカル系統ですね、まあこれもまだ特別高圧ですよ、なんか県またぐぐらいで考えてもらえればいいんですかね。あとは配電になってきます。まあ送電と配電、厳密な括りってないんですけど、大きい方が送電で、だんだん小さくなると配電ということですね。配電になると、まあ高圧とか低圧とか、私たちのね、はい、ジオカさんのとこ、まあ電柱がありまして、このね街の外ね、はい、線通ってますけども、この辺は配電ですってなってきます。で、今回お話しするのはこの一番太い基幹系統のお話になります。はい、基幹系統なので、やっぱ発電所とかね、大きいとこ、あとはもう本当に県と県をまたぐような大きい系統のところをね、言うわけですね。ここのお話、ここが混んじゃうよって話になります。はい。で、まあ、こういったとこにはですね、もともとね、はい、もともと再エネってあんまなかったですね。ですから、大きい発電所がありまして、はい、原発とかね、はい、火力っていうのと、はい、じゃあ、これ福井で作ったの大阪ですと。大阪まで運びます。で、大阪の変電所来まして、ここでまた、じゃあ特攻でばらしますと。大阪来ました。大阪の中から、じゃあ、奈良に行きます。京都に行きます。またこれ大阪市内行きます。
これまだローカル系統ですね。で、さらにここにまた変電所があって、じゃあこれをじゃあ大阪の中の何区何区何区分けますと、でここからまたじゃあ分けますみたいな感じになってますね。はい、でこの期間系統、はい、のところなんですが、まあもともとやっぱ大きい電源つながってましたと、火力とか原子力、水力で、でこっちまあそんな需要加算あるわけなんですけれども、まあ、使う人がいてその分発電するっていうのがありました。でこっちにですね、さらにですね、まあ、ここも、まあ、集約されてるわけですね、いろんな電源が、はい、というような感じで、まあ、ここに、はい、太陽光とかバイオマスとかね、はい、いわゆる再生可能エネルギーっていうのをつなげていくんですけれども、もともとされてなかったんで、この電源に対応できるぐらい、この需給バランスが取れるぐらいの容量だったのに、そこにやっぱ再エネをつなぐってなると、それはやっぱ系統をそんな余裕を持って、まあ、若干余裕を持って作ってたんですが、めちゃくちゃいっぱいつないでくると、もうつなげませんよっていう状況が出てくるんです。でつなげませんよっていう状況が出てきてて、再エネつなげない問題っていうのがあるんですね。はい、再生可能エネルギー、例えばメガソーラーね、作った方とかだとね、ご存知だと思いますけど、私もね昔やってたんですけどね、電力会社さんにここの系統につなぎたいですっていうので接続申請っていうのを行うんですね。はい、この系統つなぎたいと。はい、でこの系統の空き容量があると、いいですよつなぎますよって言われるんですけど、空き容量がないと、ごめんなさいつなげません、何年待ちですみたいなこと言われますというような感じで、つなげないっていうようなことが起こってました。そうすると再エネ増やそうって国が言ってるけど、増やせないみたいな事情が起こってくるんですね。じゃあどうしようか、でもつなぎたい、でつなぐんだけど、この系統線の増強って本当十何年とかかかるんですよ。これね、お話聞いたんですけど、この系統線とか、まあ高圧のね、はい、もうこっちの基幹系統なんかもっと大変だと思いますけど、このローカル系統の例えば高圧のもの、2.2 キロボルトとかに関しましても、はい、これ1メートルで10キロの重さあるんですって。だからこれで10キロですよ。はい、もうだから重いガルちゃんぐらい、0.8メートルでガルちゃんぐらいですよ。はい、ガルちゃん9キロか、あなた9キロだね。だから、90センチでガルちゃんぐらい、結構重いですよ。これをよいしょって言ってみんなでも工事するわけです。ちょっともう当然すごい時間かかるんですね。はい、十何年かかります。でそれ待ってたらもう今2023年になりました。で2050カーボンニュートラル間に合わねえ問題が出てきちゃいます。ということで、どんどん今からもうつないでいこうということが必要になります。で考えられたものが、日本版コネクト&マネージと言いまして、まあ、コネクト&マネージ、まさにですね、まあ、こねくり回して、まあ、どうにかして、マネージして、再エネ入れてこうぜ、みたいなやつなんですね。で、それを行うので、ノンファーム型接続っていうものが、はい、取り入れられました。まあ、他に日本版コネクト&マネージ、再エネ入れるものでですね、はい、N1 電性とかね、いろいろありますね、ノンファーム型接続。はい、私のね、YouTube でも過去にやってるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、まあ今日はね、ノンファーム接続のとこね、はい、重点を置いてきます。でノンファーム接続って何かというと、普段はじゃあ混んでないんですよ、普段は。でじゃあ普段入れさせてよって感じなんです。で混んじゃう。でこの基幹系統の容量っていうのは、今までその接続申請して NG って言われた時は、このマックス使う時から見てなんで、普段は全然入れられるんですね。でマックス使う時の容量はもう埋まっちゃってるんでダメですよってことだったんです。だからいいよ、空いてる時だけ入れさせてよっていうのがノンファーム型接続なんですね。はい、便利でしょ。で今系統混んじゃってるんで、今は入れられませんよってことになります。まあだから発電事業者さんとしては、これ大体ね、発電所入れる時フィットですね、固定価格買取制度です。なんで計算しますよね。はい、365日、1日8時間発電しますと、365×8 時間かける、1時間何キロワットアワーで、固定価格が、じゃあ30円だから、みたいな。で、収益を、計算して、で、工事費とか、さっぴいて、あ、じゃあこれいくら、何パーセントで回せる物件ですね、って感じで、どんどん、メガソーラー作っていったわけですけど、その、
365日で計算してたのが、ノーファームされて、じゃあ出力制御かかっちゃうと、収益が得られないわけです。ですから、ちょっと不安定要素っていうように捉えられてたんですが、今そんなもうフィット価格も高くなく、ということで、まあ再エネを入れるっていうことがね、目標になってきてるんで、まあこんなノーファーム型接続でもいいですよって感じになってます。そして、まあ実際のところそんなにめちゃくちゃカットされるわけではありません。1年のうち数日しかね、発動しないとか、まあそんなレベルになります。ノーファームに関しても。っていうことなんですが、はい。まあこれを行われています。って言ってて、この後発の、まあ、再エネなんですよ。だからノーファームされるっていうのはもうすでに、前からある火力とかそういうので期間系統あるんですけど、この新の後発の再エネがノーファーム型接続されてて、じゃあ系統が混雑した時っていうのは、再エネが無条件でこのノーファーム電源っていうんですね、後から入ってきた、じゃあ条件付きの接続、このノーファーム電源っていうのがカットされて出力制御されていましたというのがですね、はい、これが方式が変わります。なぜなら再エネをもっと入れたいから。そしてこの再エネをカットしてるときにも、実はここにですね、調整電源っていうのがある場合があるんです。そうするとこれって実は、じゃあ今需要が足りてないんで動かしてくださいって言ったらピッて動かせるんです。今需要足りてるんで止めてくださいって言ったらピッて止めれる。まあそういう便利なね、火力発電なんですけどね、大体っていうのがあります。じゃあこれってまあコスト高いし火力だし、こっち止めようよってなったんですね。そうすると、じゃあこっち止めて、このノーファームで、君たち後発だから、とりあえずカットねって一律で言われてたのを、これを入れてあげることができる。そうすると、まあコスト的にも高い方止めて、まあ再エネなんてね、一回作っちゃえばもう、ただみたいなもんですよね。燃料代かかんないからね。はい。太陽あれば発電しますんで。っていうようなこともできる。上に、まあ、再エネを入れると。やっぱ再エネ比率上がりますよね。っていうので、まあ、地球にも優しい。ということで、じゃこの再給電方式っていうのが始まりました。これが再給電方式。はい。で、再給電方式もですね、実はね、2段階あります。2ステップ。で、昨年22年12月21日に行われたものっていうのは、この調整電源を対象としてるんですね。調整電源を調整する。っていうこと。何言ってんだこいつ。この後聞いてください、とりあえず。で、末にももう一段階再給電方式をレベルアップしようとします。それはなんと調整電源じゃない電源も含めて、いろんなもの全てを含めてですね、はい、メリットオーダーと言いまして、価格の高いものから止めていこうと、安いものを、出していきましょうというようなものになってます。で、再エネってですね、限界費用安いです。なぜなら燃料ないから、はい、風が吹けばただで発電、まあ初めの建設費ありますよ。はい、太陽光に関しても、はい、もう光があれば無限に発電ってことですね。ですから再エネって安いんです、限界費用。なんで、この、再給電方式っていうのができると、もう再エネから入れていくことができるっていう仕組みなんですね。はい、ということで、この調整電源か調整電源じゃないかっていうところで、去年末行われたのと今年の、年末行われるっていうのがね、はい、変わってきます。じゃあこの調整電源なんですかっていうことなんですけど、私たちってこの実はですね、はい、使う側、発電する側っていうのはこれ計画値をね出してんです。10年、5年、5年はないかな、10年3年1年1ヶ月、1週間1日前であと1時間前かな、1時間前は確かね、調整する場合は出すんですけど、まあそんな感じでね、実は結構綿密にこの需要と供給の突合っていうのをずっとやってます。はい、だからまあ10年ぐらいのね、見通しのね、発電計画、需要計画もあることで、これ長期のだから LNG 輸入とかに役立てるわけです。で、1年単位だと、じゃあ来年の需要に対してまた燃料を輸入しようとか、あと稼働計画立てようっていうこと必要になりますよね。で、1日単位になれば、まあ明日の需要に対して明日の発電量、じゃあどんぐらい稼働させようかっていうことね、また必要になります。で、1時間前までやってるんですよ、これを。こういう調整を1時間前までやってます。そんでこの電気って同時同量なんで、需要と供給を合わせなきゃいけないんですけど、合わせてるわけです。で、1時間前のことゲートクローズって言うんですね。これで一応計画を出し合うのをストップして、そっから先は一般送配電事業者さん、つまり東京電力パワーグリッドさん、関西電力送配電さんとかね、はい、その送配電会社さん
がこの最終的な需給調整っていうのを行ってくれてます。で、まあ、当然1時間前にですね、まあ、気温も若干変化して、まあ、当然じゃあナナちゃんはエアコン使えますって言ってたの。あ、ちなみにこの需要側の、計画出してるのは需要家ではありません。私が電気の供給してもらっている小売電気事業者さんです。私の場合は東京電力エナジーパートナーさんなんですけど、需要家さんの分を取りまとめて出してくれています。なんで需要家さん、まあまあうちの需要家って1年前とか1ヶ月前とか、まあこんぐらいの気温だとこんぐらい使うからこんなもんですって出してくれてるんですね。ただまあ奈々ちゃんだってまあ気まぐれで、じゃあ今日は奈々ちゃんいないかもしれない、だから本当に全体のビビったる量だけど少ないかもしれないみたいなことが起こり得ると、まあ1時間前でも多少誤差出ますよね。その誤差を調整するのがこの調整電源なんです。なんでゲートクローズ後1時間前に需要と供給の予想が締め切った後に多少変動する、で周波数ね乱れると停電しちゃいますからね、電圧も変わっちゃいますから、私たち電気使えなくなります。なんでこのねこのきめ細かやかな調整っていうのをもう本当にね365日24時間ずっとこうやって見張ってやってくださってるんですね。はい、ちょっと見たことあるんですけどね、私もね、はい、これねでもねそうどこにあるとか言っちゃいけないです。はい、でこの調整電源を使ってですね調整してます。でこの調整電源これでじゃあ今じゃあ結構期間系統混雑してるんで、このノーファームの再エネ入れるためにじゃあこの調整電源止めましょうっていうふうにやってるのが、はい、昨年末の、はい、再給電方式で、今年の末に関してはここの調整電源がない場合もあります。この系統によってはだったりとか、調整電源も使い切った場合とかっていうのも、この元からあるね、発電所とかっていうのも活用して、もうメリットオーダーなんで、安いものから発電していこうよっていうような仕組みをやるっていうのが、今年末の、目標なんですね。というか、まあ導入されるように今計画されております。はい、一般送配電事業者がですね、これ調整電源オンラインでできるんですけど、オンラインで制御できない電源も含めてですね、はい、まあ再エネを積極的に入れてこうっていうのが再給電方式になるんですね。はい、ちょっと今日長くなったけどね、はい、非常に分かりやすい説明できたかなと思います。で、まあこのね再給電方式のね目的なんですけど、あくまでもこの期間系統混雑を回避させることなんです。なんで例えばね、この期間系統あるでしょ、大きい福井大阪の、で大阪の中にじゃあ再エネポンポン入ってるローカル系統あるとします。じゃあその再エネを、通すためっていうとまた違くて、この期間系統混雑を回避っていうのが目的になります。なんでとりあえずフィットの発電所メガソーラーまたボンボン入れたいから、ローカル系統の期間系統も、解除させるために調整電源とかいろいろ調整してよっていうもんじゃないんですね。あくまでもこの電力融通をし合うためのこの期間系統の混雑回避が目的になる。まあただね、再エネをどんどん入れていくっていうのは目的にはなってるんで、ローカル系統の混雑回避とかっていうことも、まあ今後視野に入れてね、また別の時点でやっていくっていうことになってますね。はい。で、まあ元の考えとしてね、ちょっと大事なんで、お話ししてきますけど、これは何かというと S プラス 3E。これが大事なんです。やっぱね、ここに基づいてます。エネルギー。S プラス 3E。テスラのモデルじゃないですよ。モデル S、モデル3の話ではありません。S、第一にはやっぱ安全第一なんです。電気ってね、ほんとね、危ないんですよ。なんでこれ機関系統の容量を超えて通したりするとほんと火災とかもあるし、じゃって数日停電するとね、北海道のブラックアウト大変だったと思いますよ、本当に。っていうので本当にもう死活問題ですよ。エアコン使えなかったりしたらね、もう本当冬とか死んじゃいますからね。だから第一に S、 セーフティーで、3Eっていうのは E3 つなんですけど、エナジーセキュリティですね。はい、エネルギー自給率、日本すごい低いです。この問題すごい大事です。エナジーセキュリティですね。だから今ね、ロシアウクライナ問題で燃料入ってこないで、そうすると停電しちゃうんじゃない、電気代上がってんじゃないってなってるけど、そうじゃなくて、まあエネルギー自給率ってことですね。あとはエコノミックエフィエンシーってことで経済性。はい、先ほどね、はい、メリットオーダーといって安い電源から入れていくって
ということが必要になると言いましたけれども、まさにこの通り。はい、経済性、エコノミック、エフィシェンシー。あと最後ですね、インバイロメント。これ脱炭素。はい、一丁目一番地ですね、今世界で。ということで、まあ、安い電源イコール再エネなんでね、ここから入っていくっていうので、この S プラス 3E っていう考えに基づいてます。まあ、エネルギーに関してはですね、基本的にこの S プラス 3E っていう考えが根底にあるんでね、まあ、この考えはね、覚えておいていただけるとね、かなりいいかなと思います。はい。じゃあ最後に、じゃあちょっとこのノウハウの接続とか、この再給電方式の電源の順序というところをね、見ていきたいと思います。はい。で、メリット、基本メリットオーダーなんで安い電源っていうことでお話ししたんですけどね。はい、細かいものも出ていますが、ちょっと細かいところに関して詳しく知りたい方は、Twitter の DM、もしくはコメントください。またね、そこを別途解説するっていうことも、していきたいと思いますけれども、はい、これね、ちゃんとね、順番書いておりまして、まあ1からね、9ぐらいでね、ちゃんとあるんですよ。はい、なんですが、まあ、ざっくりいきたいと思います。はい、あった。まずはですね、はい、調整電源。まずはここの、はい、調整電源。一番初めですね。なんでこの、はい、昨年末これ、調整電源の、はい、出力制御ですね。まあ、これ一番簡単なんです。直前の出力制御もできるし、一番簡単なんで、まずはこの調整電源の出力制御の中、まあ、調整電源もたくさんあるんで、これもメリットオーダー。つまり安いものから、炊いていく。高いものから止めていく。ということですね。はい。で、その次にですね、はい、ノンファーム型接続のやつなんですけど、これオンライン、制御ができない電源っていうのを次止めます。なんで、これ、オンライン制御できない太陽光とかですね。はい、自然電源とか。まあ、オンライン制御もできない、バイオマスとかで止めていくんですね。で、さらに次ですね、こっち、既存の電源、オンライン制御できない、はい、だから、これですね。それ以外の、はい、一般送配電事業者さんもオンライン制御できない電源、こっちの元の電源の高いやつ、止めていくっていうことにしてます。で、その次に、まあ、ここまでやって、調整電源止めて、オンライン制御できない電源ですね。止めて、ノンファームも、既存の電源も止めて、ここまでしても系統混雑が解消されない場合は、このノンファーム電源っていうのを止めていきます。まずはバイオマスから。次、太陽光。次、バイオマスなんですけど、制御ができないもの。だから、バイオマスでも制御ができるものをまず止めますと。次、太陽光で止めます。次、バイオマスの制御できないものを止めますということですね。はい。っていうような感じになってて、で、最後に止めるのは長期の固定電源。まあ、長期固定っていうのは、やっぱり一回稼働させると止めるのも時間かかる。逆もしっかり、止めてるものを稼働させるのにも時間かかる。まあ、原発とかですね。まあ、そういうものになってくるんですかね。っていう長期固定電源を最後に止める。まあ、でもここまで、だって、もともとここにね、合わさって期間系統できてるわけですから、まあ、ここが止まることってないんじゃんって思っちゃうんですけどね。後から入った再エネ全部止まったとしたらね、うん。止まんないんじゃんって思っちゃうんですけど、その辺もし知ってる方いたら教えてください。っていう感じになります。ということでですね、はい。まあ、調整電源ってやっぱ火力、石炭とかね、使ってること多いんですけど、そういったとこ止めて再エネ通してこうみたいな。まあ、いい取り組み。かなりいい取り組みです。なんでこのね、再給電方式、意外と知られてないですけれども、はい。脱炭素するっていうことにですね、再エネ入れてくっていうことで、結構ね、一般送配電事業者さんもですね、やること増えてくると、まあかなりスキル上がってきますね。そうするとね、日本って島国ですからね、いろんなエリアで融通できないっていう問題ありますけど、まあ世界の中でもね、なんか需給管理能力とか、すごい上がってくんじゃないですかね。だからね、本当、世界のね、自由化してる国とかありますけど、そういったところにね、日本も進出できるかもしれないということで、今年は奈々ちゃんも海外行っちゃうかもしれないですよ。はい、ということで。はい。再給電方式についてお伝えしました。まあ、脱炭素ね。こうやっていろんな、もうほんと電気の物理的な問題もいろいろ絡んでるんだよっていうことをね、分かってもらえたらね、よかったかなと思います。はい。ということで、今日は再給電方式で再エネ拡大といったことについてお伝えしました。今日の電気オファーにします。皆さん今日も、いってらっしゃーい。エネももう再エネだよー。